ナータン・セーデルブロムは、スウェーデン国教会の聖職者で、ウプサラの大監督である。1930年に、ノーベル平和賞を受賞した。ルーテル教会の聖人歴では7月12日である。セーデルブロムは、イエブレボリ県の農家で生まれた。父は、聖職者として、キリスト教を深く信仰していたが、個人的な幸福を強く願っていた。 セーデルブロムは1883年にウプサラ大学に入学したがやりたいことが見つからなかったため父を継ぐことにした。アメリカ合衆国から帰国すると1893年に聖職者に認じられた。1892年から1893年にかけてウプサラ大学生徒会の初代副会長と会長を務めた。1912年、セーデルブロムは ライプチヒ大学の宗教学の教授となった。しかし1914年には大監督に任じられて職を辞した。1921年にスウェーデンアカデミーの終身会員となった。セーデルブロムは1920年代に起こったキリスト教徒の生活と仕事運動を指導し、エキュメニズム運動の元祖とみなされるようになった。ダスワードンデゴティスグラビンス。 アンタースーシャーンガン・ウーバーダイアン・ファンガ・デアレ・リジョン。1916から1926。ジェイエデル・ブローム。神信仰の生成宗教の発端に関する研究。サエグサヨシオ役。1942。ありがとうございます。